お、懐いてくれた。モンキーが止まりました。ごめんね。ちょっとインプアウトバイバイ。ありがとうということで、手乗り調になりましたね。はい、ということで、モンキーがやめました。はい。じゃあ、引き続き、調子の調査をご覧ください。超超超いい感じ、超超超超いい感じ、こんにちは、超超と結婚した男超太郎です。はい、ということで今日も大好きな超超の話やっていこうと思います。今日やっていくのはズズズで、超超の超者トランセクトギリギリセーフ、噛んでません。はい、ということで超超の調査を毎月行っています。その超超たくさん映像を頑張って撮るんで、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。じゃあ行きますよ、レッツちょー。はい、ということで始まりました、蝶々の調査です。僕は毎月1回蝶々の調査を行っています。でもね、最近それ増えたんですよ。ここはね、もう昔からやってるんですけど、あと2箇所増えて今3箇所蝶々の調査してます。はい、その蝶々の調査っていうのがトランセクト法またはルートセンサス法って言うんですけど、カタカナでちょっとややこしいんですけど、簡単です、超超簡単ですね。一定の場所をまず決めると、僕はこの調査地、ここまず1箇所目、この調査地スタート A 地点決めて、次歩いて行って B 地点 C 地点って目印を決めてルートを決めます。そのルート内に今みたいに紋章蝶飛んでますね。どんな蝶々が何種類いたかっていうのを記録していくということです。なのでそんなにね難しくはないんですけど、蝶々見極めるの最初難しいっていう時は図鑑です。図鑑を見ながら僕も勉強していってやっていったので、誰でもできるんでぜひやってほしいです。そしてね、僕みたいに長時間じゃなくてもちょっとしたね、あの散歩の時でも蝶々ちょっとメモったりとかすると楽しめると思うんで、ぜひやってほしいなと思います。はい、ということで今日はね5月編です。そうです、5月編ということで、毎月僕行ってるので、リストにはね、これまでの記録いっぱいあるんで、もしね、ちょっとお時間ある方はね、また振り返って見ていただけたらなと思います。ということで、モンシロチョウがいっぱい飛んでますね。モンシロチョウ、これ第2弾じゃないかな。というのは、モンシロチョウは冬ね、さなぎで過ごしていました。そして春一番出てきて、もう5月今中旬でしょ。だから4月の初めに出てもう1ヶ月近く経ってるので、最初にモンシロチョウサナギから出てきた子は卵を産んで、その卵が幼虫サナギ成虫となって、これもう新しく出てきたモンシロチョウたちってことで、だからいっぱい飛んでますよね。だからね、モンシロチョウも1ヶ月も2ヶ月、2ヶ月まあまああるかもしれないけど、まあ、2ヶ月も3ヶ月も生きてるわけじゃなくて、世代交代を繰り返しながらこのようにずっとずっと1年間なんか飛んでるように見えるというわけですね。で、またね、秋の深くなったサナギが冬を過ごすという感じです。はい、ということで5月。さあさあ、どんな蝶々が見れるか。今日はね、目標はね、15種類でいきましょう。15種類の目標、蝶々目標に、頑張って撮影もね、生き生きした蝶々ね、僕見ていただきたいんで、撮影していこうと思うんで、そちら、楽しんでみていただけたらなと思います。じゃあいきますよ。もう一度、レッツ、蝶。この黒い蝶は、珍しい、この辺では珍しい蝶々です。ジャコウアゲハです。ジャコウアゲハ飛んでます。これはね、メスですね。これなんかね、ずっとこう、タッチタッチするように歩いてるのは、飛んでるのは、自分が卵産む植物を触って、確認して歩いてる、飛んでるんですね。卵産む植物、この辺あんまり、馬の強さはないと思うけど、あるのかな。頑張れよ、ジャコウアゲハ。馬の強さ見つけて、産卵するんだぞー。あ、それは、違うよ、それは。ルリタタの餌だよ。でかくて黒いアゲハ飛んでます。見えますか、あれ。モンキアゲハです。モンキアゲハが飛んでる。こっち来てくれないかな。ここちょうど出る。お、あれは、お、なんだった今の。分かんなかったな。うわ、キアゲハかな。ちょっと分かんなかったな。早すぎたな。とにかくモンキアゲハっていう蝶が飛んでいましたね。いやー、ここちょうどだからね、この暗い道があって、この明るくなってるこのちょうどで、どっかにね、あー、後ろからカラスアゲハも来た。びっくりした。いやー、黒系の蝶々、この後もちょうどがあるんでね、ちょっとせっかくだからネットインして皆さんに見ていただけたらなと思うんだけどな、あんまりね捕まえたくないんだけど。はい、まあね、せっかくなんでね、ちょっとね皆さんに見ていただけるように頑張っていこうと思います。はい、ということでやってきました。これですよ、このジャングルの中を、うわ、ジャングルの中を行く、
これは何かというと、インディ・ジョーンズです。インディ・ジョーンズです。インディ・ジョーンズの帽子をかぶってるけど、僕はインディ・ジョーンズなんです。インディ・ジョーンズが好きすぎて、インディ・ジョーンズとして活動しています。はい、ということで、もう完全ダジャレなんですけどね。いやー、でもね、今日ちょっとね、蝶々種類少ないかなと思ったけど、まあまあ途中見れましたね。ちょっと撮影があんまりできてないかもしれないですけど、でもね、ちょっとね、今月はね、少なめの可能性があります。というのは、ハザー回帰っていうんですけど、ハザー回帰ね、最初ね、モンシロチョウ見れました。モンシロチョウのところでお話ししたように、春一番サナギから出てきた蝶々が卵を産んで、そしてそこからその卵ができて、幼虫、サナギ、成虫って出てきたモンシロチョウがさっきの子だと思うんですよ。というふうに次世代が出てきてるんですけど、ということは他の蝶も次世代が出てきてるんで、出てくる予定なんですけど、その前まだ幼虫だったりサナギの期間ということは、蝶々が成虫が飛んでないので、そのことをハザー回帰と言います。もう一つ言うと、あれですよ、皆さん、冬を成虫で過ごす蝶々ですよ。成虫で冬を過ごす蝶々たくさんいました。で、成虫で冬過ごしてて、そのまま春やったーって出てきたと。で、やったぜ、やったぜ、あったかくなったぜって言って卵を産んで、その子たちはもうね、天国に行く。そしてその産んだ卵が幼虫、サナギ、成虫って次にバトンタッチしていくっていう中で、まだ4月で5月の今中旬ぐらいなので、成虫に次の挽回になりきれてない子が多いということで、今、ハザー回帰ということで、ちょっと種類が少ないんじゃないかなと思ったというわけです。はい、ということで、それにしても大冒険でしょ。トゥントゥントゥン、トゥントゥルー。そうです、私がインディ・ジョーンズです。そうです、インディ・ジョーンズです。2回目やってみました。はい、ということで、一人で山の中で盛り上がってます。完全なに蝶々の変態です。あ、これ蝶ネクタイね、この放送の頃にはもしかしたらなくなってたらごめんなさいなんですけど、概要欄にリンク貼っとくんで、そこからね、毎月限定商品なんでね、ちょっと買えない買うことが多いと思いますが、ぜひぜひこれ買ってください。これ絶対全国的に流行らそうと思ってるんで、いや、世界中に流行らそうと思ってるんで、蝶々の蝶ネクタイ、意外となかった蝶々の蝶ネクタイ、ぜひね、ご覧いただけたらなと思います。はい、お、ちょっと黒系の蝶々来たぞ。ちょっと。いけるかな。あ、ちょっと、あ、飛んじゃった。飛んだところ、飛んだところをダイレクトキャッチしました。この蝶々、ちょっと出してみましょう。出してみるんで、そちらをご覧ください。はい、見ましたか。今僕こっちにカメラ持って、片手網でダイレクトキャッチですよ。いやー、撮りましたよ。ちょっと皆さんに見ていただきましょう。わー、でかい、超でかい子が撮れましたよ。いきますよ。じゃーん、この子です。じゃーん、これですよ。僕の顔に対してもこんな大きい子です。この子はモンキアゲハという蝶々です。モンキアゲハの特徴はここで、この羽の後ろに白い門がありますよね。この白い門、これが特徴です。というのは、黒い羽の蝶々って何種類かいます。黒アゲハが代表ですけど、黒アゲハとか、このモンキアゲハとか、カラスアゲハとか、ジャコアゲハ、さっき言いましたね、いろんなあります。で、この蝶々はこの白い門が特徴なので、飛んでるだけでも人すぐ分かります。見分けがつきやすい蝶です。で、モンキアゲハ、もう一つすごいのは、日本で一番大きな蝶々はオオゴマダラって言われがちですけど、実はこのモンキアゲハのメスも超でっかくて最大級なんです。この子はオスですね。この子はオスですけど、モンキアゲハのメスも日本最大級なんです。いやー、かっこいい。ちょっとあんまり持ったらちょっとリンプン取れちゃうからな。はい、ということで、モンキアゲハ来てくれました。もうちょっと堪能しておこう。あー生きてるっていう感じがするな。はい、匂いは、あ、匂いはしないですね。はい、ということで、はい、行きましょう。モンキアゲハ、ありがとうね。はい、ということで、モンキちゃん、モンキアゲハちゃん、バイバイ。お、懐いてくれた。モンキアゲハ、止まりました。ごめんね。ちょっとリンプ、あ、バイバイ。ありがとうということで、手乗り蝶になりましたね。はい、ということで、モンキアゲハ、見れました。はい、じゃあ、引き続き、蝶々の調査を、ご覧ください。はい、ということで、ここでお知らせです。なんと、こちら、オンラインショップベースさんで蝶太郎靴が買えます。もうこだわりの標本キットですよ。標本がこれで完成するよっていうキットだったり、いろんな蝶太郎グッズがあるんで、ぜひぜひ概要欄にリンク貼ってるんで、そちらからベースさんの蝶太郎オンラインストア見てくださいね。はい、ということで、引き続き蝶々の動画をご覧ください。はい、ちょっと薄暗いところにいました。そうです、薄暗いところにいる蝶々、地味な蝶々の代表
こちらです、黒ひかげちゃんです。地味って言ってごめんなさい、嘘です。地味に一見見えるけど超超かっこいい蝶々なんです。いやいましたね、黒ひかげちゃんです。こういう日陰を好む蝶々です。黒い日陰のお好む蝶々、黒日陰です。あーかっこいいでしょ、このジャラメ模様もかっこいいでしょ、宇宙みたいでしょ。あ、なんか探してます、これ食べてますね。なんかミネラル分みたいなもう取ろうとしてるんでしょうね、こういう木のね、この木のところから。あー飛んでた。はい、ということで黒日陰ちゃんはやっぱりこういったちょっと日陰、こういう日陰のところを好む蝶々ということで、やっぱり蝶々によって住む環境が違うんですよね。頂上付近にみんな上がっていく蝶々がいたり、日陰を好む蝶々がいたり、広場が好きな蝶々がいたり、畑のところが好きな蝶々がいたり、蝶々によっても個性がある、人間も同じだなという感じです。はい、ということで引き続き蝶々をご覧ください。コミスジが2頭ぐる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 回ってますね。ちょっと遠いから見えないかな、ぐるぐる回ってます。あ、黒いの来た、黒いの来た。この子誰ですか、誰ですか。よわー、ちょっと絡まった、力入らんかった。あ、もう一回来た、もう一回来た、もう一回来た。この子取らしてくれるんじゃね、取らしてくれるんじゃね、この子。もう一回来そうな気するな。こ、これた、ちょっと片手じゃやっぱ無理だ、ちょっと置こう。はい、黒系の蝶を狙ってたら珍しい蝶々が取れましたよ。超珍しいのが取れました。うわ、久しぶりに会ったね。ちょっとあんまり傷つけたくないな、傷つけないように、ごめん、傷つけないように触るね。この僕の調査時は珍しい、じゃあこの子です。この子ね、浅間一文字っていう蝶々なんです。でここ白い線が一文字入ってますよね、これ浅間一文字です。この子浅間一文字です。超超珍しいです。しかもメスですね、いっぱい卵産んでね、ちょっと少ない蝶なんです。レアな蝶を見つけました。ありがとう浅間一文字、ありがとう。おー、また乗ってくれた。あ、ごめんね、大丈夫か、飛べるかな。ほいほいった、頑張って卵いっぱい産んだよ、ありがとう。おお、取った、取りました。うおー、まただ。この子もレアだ。うわー、奇跡送りまくりだな。この子も超レアです。うわー、この子、ミスジ蝶ですね。コミスジっていつもね、いつも、さっきも言った、コミスジって小さいミスジなんです。この子、大きいですよね。一回り。大きいですよねって言っても、ごめんなさい。わかんないですよね。ちょっと大きいんですよ。この子は、ザ・ミスジ蝶です。ミスジ蝶に対して小さいから、こう、ミスジです。この子も超レアです。どうしたん今日ここ。超運が良すぎるやろ。いやー、この子、ミスジ蝶も少ないんだよ。わー、頑張ってね。いっぱい卵踏んで、君を増やしてね。ありがとうね。増やしてね。ありがとう。ということで、小ミスジがね、いたなと思って、よく見たら、浅間一文字、そして、ミスジ蝶まで発見しました。これは超レアです。いや、なかなかいい記録が取れました。いっぱいね、この後、卵を産んで、ここで増えてくれたらいいなと思います。なので、網で持ってるのは調査で確認のためです。僕、採集してないです。もう持って帰ってないです。ここで増えてほしいんです。はい、ということで、皆さんにも見ていただけて嬉しいです。はい、ということで、あの蝶々、僕の蝶々ランドにも来てほしいな。食草植えようかな。はい、ということで、引き続き、ご覧ください。さあ、また蝶々いました。このオレンジの子です。スマグロヒョウモンですね。ちっちゃいけどね。なんか、サイズがちっちゃいけど、オスですね。しかもオスなのになんか、食草探してるような動きしてるけど。オスのツマグロヒョウモンちゃんでした。メスとはうまく出会うんだよ。ありがとう。はい、さっきの浅間一文字とかミスジ蝶とかね、いたけど、この子がこうミスジですね。小さいんですよ、この子は。小さいミスジ蝶です。いやー、今日はね、このシリーズが見れてちょっと嬉しいですね。いやー、ちょっと感激してます。あ、この子も何か吸水行動というか、そのね、ミネラル分を取る行動してますよね。小ミスジもそうなんだな。何かを吸収するためにこうやって、あー、一生懸命何か食べるも探してますね。
はい、この子がコミスジちゃんでした。ありがとう。あー、ややこしいですね。この子さっきからコミスジっていう子が言ってた子と同じやんって思うかもしれないですけど、この子はね、ホシミスジという蝶となんですよ。映せるかな、この羽の付け根のところに黒い点々、星みたいな点々があるのがわかるでしょうか。今撮れたんじゃないかな。黒い点々、これをね、星と比喩表現してるという超かっこいい表現の星ミスジ。ああ、すげえ、オスジョが追いかけた。星ミスジがオスジョが追いかけた。で、ここね、雪柳を植えてくれてるんですよ、これね。雪柳に産卵に来てたんですね、星ミスジ。いやー、よかった。今日はミスジ蝶シリーズすげえな。いやー、オスジョも来た。いや、よかった。ここまで産卵してくれてるよ。ちょっとしか葉っぱないけど頑張って植えてくれたら嬉しいなと思います。はい、ということで星見すじちゃんでした。さあ、のどかな風景ですね。もう田んぼに水を張ってますよ。もう早くも稲の時期ですか。いや、早いな。いや、いい光景だ。それにしても、いや、素晴らしいところで僕はね、蝶々の観察、この調査ができて本当に幸せだなと思っています。いやー、もう後半戦です。なんかね、毎回この調査後半に近づくとね、なんか寂しい気持ちになるんですよね。もっと歩きときたいと思うけどね、やっぱりこの一定のスピードで、まあ、歩いていくっていうのは調査なんで、まあ、どうしてもね、僕は YouTube 撮ってるからね、止まったりも多少はしますけど、基本的にはこうして一定のスピードで歩いていって、前5メートル、左右5メートル、上5メートル、見れた範囲の蝶々を記録するっていうのがこの調査になってます。あー、もうちょっとです。いやー、楽しかったな。今日もまだ終わってないけど、いや、結構たくさん見れましたよ。ノアザミもこうやってこれ花残してくれてるんだな。よかったね、みんな幸せだね、本当に。はい、ということで最後までもうちょっとね、蝶々ね、あの映像として皆さんにお届けできるように頑張っていこうと思います。さあ、この蝶々が現れてくれました。見てください、この羽を広げて止まる姿ね。羽を広げて止まるのってガーっていうイメージないですか。いや、そういうわけでもないです。この蝶々が羽を広げてる止まる蝶の代表、大名せせりです。大名せせりちゃんはこのように羽を広げて止まることが多いんですよね。いやー、出てくれましたね。いやー、嬉しそうに吸ってるね。はい、ということで大名せせりちゃん、頑張って卵産んで次世代につなぐんだよ。ありがとう。長崎アゲハです。黒い蝶々、長崎アゲハが飛んでます。長崎アゲハです。長崎アゲハはね、後ろ羽がね、尾状突起っていうね、あの尖ってるやつがないので、飛んでても分かりやすい蝶々なんですよ。黒系の蝶の中でもね、 何種類かいるんですけど、今日もね、いっぱい見れましたけどね。いやー、長崎アゲハここずっと回ってるな。さっきでもオスとオスっぽかったけど、また来た、また来た。この子もそうですね、長崎アゲハですね。ボロボロだな。いや、これ誰か分からんの、この子。いや、でも長崎っぽかったな、赤いのを見たら。ぐるぐる回ってます。このようにいっぱい来ます。黒系の蝶がここでちょうどになってるんですね。出会いを求めて頑張ってます。はい、ということで、もうじき終わりです。おー、また言ってた、来た。はい、もうじき終わりです。ではそちらの動画をご覧ください。はい、ということで2024年5月の蝶々の調査終了しました。いかがだったでしょうか。まあ、あんまりね、たくさんちょっとね、撮影はできなかったかもしれないですけど、目標15種類に対して今日の結果は、で、なんと22種類77頭でした。大きく上回る22種類でした。いや、素晴らしい記録でしたね。いや、今日も超運爆発でした。超運爆発でした。いやー、いっぱい見れましたよ。まあ、一番僕の中での驚きは、いつもよく見るコミスジっていう蝶々に対して、コミスジ、そしてミスジチョウ、浅間一文字、星ミスジというこの4種類が見れたことです。超似てるんですよ。まあ、よくね、僕がね、この YouTube 出てるコミスジっていうのは、コっていうのは小さいっていう意味で、ミスジのチョウの小さいバージョン、コミスジはよく見かけるんです。で、それに対してそのまんまのやつ、ミスジチョウも現れました。さらに浅間一文字っていう一文字のやつも現れました。さらに星がある星ミスジも現れたっていう、この4種類がたった2時間歩いただけで同時に見れるっていう場所、なかなかないんじゃないでしょうか。いや、これが超嬉しかったですね。まあ、ただしね、やっぱりね、思った通り、成虫越冬の蝶々はほとんどいなかったです。でもね、
一種類だけいたんですよ。それが天狗蝶でした。天狗蝶っていうのはボロボロの多分あれの越冬明けの子だと思うんですよ。何頭か越冬明けだと思われるボロボロの天狗蝶がいましたね。いや素晴らしい長生きですよ。去年の11月12月1月2月3月4月って生きて5月って生きてるわけですからね。素晴らしい子がいました。はい、まあでも全体的にね、まあいい記憶ねありましたね。まあ黒系の蝶もねたくさんいたんですけど、なかなかやっぱ撮影が難しかったんでお届けちょっと難しかった。あ、それでもねこう片手でハンド片手で取ってモンキ蝶もあれはなんかファインプレーやったでしょ。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、このようにリスト、蝶、リストがあります。リストがあるんで、蝶々の調査はずらーっとこれまでの記録もあるので、まだ見てないよっていう方はぜひね、それも合わせて見ていただけたらなと思います。はい、ということで今日もね、興奮冷めやまらぬ楽しい蝶々の調査になりました。はい、ということで、また次回もね、楽しい蝶々の動画作っていくんで、最後まで、また見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで、ではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら、蝶なら、蝶なら。